飯田インターチェンジ、大曲り西道路は、伊岡 IC は 5IC 間の総延長 6.8km を結ぶ自動車専用道路。地域高規格道路本庄対局道路の一部として整備された。起点にて、秋田自動車道大曲りインターチェンジの料金所と、一般道路とを結ぶランプから分岐する。そのままほぼ直線的に等身して、大曲り南大橋に手を物川を渡り、 さらに JRO 本線と立体交差の後に国道13号対局バイパスに接続し終点となる。全線を通して無料で通行することができるが、対局の花火当日には渋滞し、最大 5km の渋滞が発生したこともあった。ありがとうございます。